ネット・ローゼンバーグはアメリカ人のマルチ奏者であり、作曲家。アルトサックス、クラリネット、バスクラリネット、フルート、尺八などの木管楽器を専門としている。特に現代音楽やフリーインプロビゼーション、そして特殊奏法を使って楽器の音のボキャブラリーを増やす仕事で知られている。彼の作品は現代クラシック音楽、ジャズ、ロック、そして ワールドミュージックのように足したようなソースからの影響を示している。ローゼンバーグはオーバリン音楽院を卒業している。彼は実験的な木管楽器のトリオ、ニューウィンズの創設メンバーだった。サインホナムチラク、サムベネット、フレッド・フリス、ポール・ドレッシャー、高橋裕二、ジョン・ゾーン、横山克也、エヴァン・パーカー、マーク・リボー、サミール・チャタジーなど、 幅広いミュージシャンと共演してきた。1978年以来、世界中で発表してきた彼のソロによる音楽は、国際的に高い評価を得ている。ローゼンバーグは1978年以来、ニューヨークに在住。ルミナ、ザディク、ニューワールド、アクシオム、サブローザ、イントゥイション、ビクトー、レオ、およびアニムルといった各レーベルでレコーディングした。 アンソニー・ブラックストン・アンソニー・コールマン・エヴァン・パーカーズ・エレクトロ・アコースティック・アンサンブル・パオロ・アンジェリーアンド・エヴァン・パーカー。ありがとうございます。